なんだ貴様、どこから屋敷に入った。内部抗争が起きてよかったですよ。これであんたをやれるからね。冷たい殺気を放つはエルペタスの剣客ミストだ。あんたを殺して眉積も殺す。そして俺は成り上がる。日本人だな。そのために遠路はるばる中国まで来たのか。そう、その現場は中国だった。そしてミストは日本刀を西岸に構えた。やかましいわ井上、ここでちゅれい。見知らぬ蛮族、私に切っ先を向けたこと、冥府で食いるがいい。その覇気から相当な手だれだと察するに固くはない。貴戦を制したのは護衛だ。異国の地で土に帰る、虚しいものだな。鋭い踏み込みでミストとの距離をゼロにする。もらったぞ。そしてイカ槌のごとく剣剣を振り下ろす。鉄をも切らんばかりの一刀。ズーン、バキロク。だがそれは空気を切り裂いたのみだった。しかもミストは男の真横に張り付いていた。ノリ、うるせえ。ここからが本番だよ。これをどうする、スーパースターさんよ。護衛の男は腹を強烈に切られた。な、どこだ。そしてミストのもう一つの能力。クソタレが死にやがれ。つまらないな、そんなこと聞いてどうする、すぐ死ぬのに。次の瞬間、立花が凄まじい踏み込みを見せる。反日思想の政治家、王の首をいただく。置いて死にたければ引け。二人の距離は一気にゼロになる。しかし井上の兄貴は冷静にドスで受ける。立花、お前そんな顔だったか。思想が出たぞ。その言葉を聞いた立花の顔に土器が宿る。遺言がそんなつまらん言葉でいいのか。立花、てめえ俺に勝てると思ってんのか。そのまま二人は壮絶な切り合いへとなだれ込む。しかし井上の兄貴の言葉通り、全ては無にキス。その時立花に異変が起きる。私に剣を振るえば。しかも奴はいつの間にかサングラスをかけていた。それを見た井上の兄貴が目を細める。サングラス、なるほどな。立花が手にしたのは閃光だ。それはすなわち窮地なのだ。瞬間、井上の兄貴はジャケットを広げる。こうするわ、ハイパー凡人さんよ。それと同時に辺りが強い光に包まれる。立花はサングラスだったが、ジャケットが視界を遮る。いい気合だ。だがこれで終わりだ。ここでちゅれい。